そうなんですよ、ちょっと気をつけてください。本当に目は足はいけない。実に入るの大変です。なんかパスポートとか見せたり、荷物検査もめちゃくちゃ厳しい。日本ってなんであんな甘いんだろうね。逆にすごいよ。いやすっごい手突っ込んできて、少しでもなんだろう、チャックのついてるような荷物だったら全部中身見せろみたいな。警備のなんかメイク用品とかいろいろ見せてあげる。厳しいです。うん、日本すごいよ。わかんない、上海がすごいのか日本がすごいのかちょっと全然わかんないですけど、まあそんなことをしつつやっと私は夢の国に入国しましてね。でも上海ディズニーすごい、2016年にできたばっかりらしくて非常に新しかったよ。もう気をつけた方がいいよね。上海はきついのかもしれないけど、そう夢の国だから入国審査がある。そう、その通り。で入って早々なんか寒かったんですよ。寒くてなんか中華美人がね、中華美人が売ってたんですよ。なんか洋服とかいいなと思って。いやーあれ良かったですね。これがおすすめやでみたいなこと言われて買わされましてね。はい、これですね。中国で発表された狐の女の子なんちゃらっていうキャラクターやと、謎解きが大好きな女の子っていう設定らしくて、あキュンピアンってなって、あ買いましたね。こちらこれ誰やこれ、え美女に弱い、まあ、美女に弱かった、美女に弱くてね買いました。7000円ぐらいしました。7000円した、これ7000円した、やばい。全然値段見ないでさ、美人に言われるがままに買っちゃったんだよ。よくよく冷静に考えたら7000円して、あでもさほら持ち合わせがなくてもアリピーじゃん、ペイペイみたいな、いっかって。これえ偽物か、偽物じゃない、やめてよ、7000円したんだよ。本物やで、こうやって着るの可愛かったよ女の人が。ごめん、キャラクターも可愛いっすけど、売ってる人可愛かったっすね。でわちゃわちゃ検品がしてもなんか笑顔で待っててくれて、最後ハバナイスデイって言ってくれた。センキューっつって買いました。こちらのなんかよくわかんないキャラクターのやつ、こうこんな感じの、こんな感じよ。でこれになってケンピは上海ディズニーを楽しみました。いいでしょ、かわいいしょ、あれめっちゃかわいいよこれ。あと尻尾ついてんの、尻尾ほらこれ尻尾ついてんねん、あクソ邪魔、私リュックしようからさ。リュックにめちゃくちゃ当たるんやけど、まあまあ可愛らしい、7000円するだけありますよ。まあそんな感じで赤ちゃんになってよかった。これあと肌触りが非常に高かったですね。でそう上海ディズニー、そう2016年できたばっか一緒で、まあ浮かれて KP がこうやってフン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 っつったら、なんか急にニハオみたいな、なんかニーハオ集団がいたの。ディズニーの入り口付近にニーハオ集団がいてね、そいつらはカゴ持ってんの、でっけえなんかそのスーパーとかの買い物カゴみたいなが5人ぐらいいてね、そいつらなんか売りつけてくんの。どうやねんって、あれこれ正規品かな、あれすごい中だよ、中で5人ぐらいが横になってあれ目を合わせたら終わりみたいな、正規品かも怪しい、なんか謎のカチューシャ売ってる集団がいて中で、あれどうなんだろう。いやこれはちゃんとなんていうの、ディズニー公式のカートみたいなところでディズニーの服を着た人が売ってた、これはね。でもそのカゴ集団はマジで一般人の服を着てたし、クルーの服じゃないね、なんか買い物カゴみたいなのってこうやってくわってて、あれ大丈夫なんすかね。いやでもなんか中国の洗礼って感じで怪しいよね、無許可だよね絶対。でもそう夢の国の中でやってる、ちょっとやっぱ中国感じた、ちょっとたくましい
しかもあれ規制しないんだなと思って、多分あれね無許可だと思う。ありなのかな、いや止める人がいないんだろうね。びっくりしましたね。なんでマジでディズニー行くときは気をつけた方がいい。そのニーハオ集団目を合わせたらマジ寄ってくんのよ本当に被害者いたし、なんか横の方にいた多分海外から来たんやろなみたいな、なんて親子捕まってたし。そうなんですよ、ちょっと気をつけてください本当に。目は足はいけない、ポケモンと同じ目があったらバトル。はい。